今我々はですね、とんちゃん通り、あ、いいボロ感、超いいじゃないですか。超いい、検討してもいいですか。ぜひ、もちろん。ガチ検討させてもらいます。来てそう、ほんと。こういう形、すげえ好きなんですよね。かっこいい、いいっすよね。ちょっと着方が分かってる感じがうざい。こんにちは、シトレです。今日はですね、原宿クルーズですね、プレゼンツ、雄大くんです。よろしくお願いします。うちの準レギュラーです。お願いいたします。改めて、雄大くんの肩書き聞いてますか。はい、皆さんが、85% は知ってるであろう。ブラックミーンズとラボラトリアールのスタッフをやっております、村越雄大と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこら辺に行きます。いつも僕が普段こう遊びに行くようなお店だったり、なんかなんならレイさんにこう友達を紹介しに行くようなつもりで。おお、はい、楽しみですね。まずはじゃあスタートとして、うち我がホームから、我がホームから、はい、行ってみたいと思います。今我々はですね、とんちゃん通りもしくは原宿通りをテクテクとしてますね。まあ、みんなやっぱとんちゃんって呼びますよね。とんちゃん通りっていうのは、ね、やっぱりなんかちっちゃいお店がいっぱい入ってるんですけど、結構いいお店も多くて、ちょっとその中でも今回はいくつかピックして。こちらですね、ラボラトリーも長いよね。そうっすね。原宿無視の古着屋さん、早速行ってみたいなと思います。こんにちは。スタッフさん みんなめちゃめちゃおしゃれなんですよ。店長マサです。マサです。マサくんです。そしてギアです。ギア君、なんかまたまたあの個性的な格好をしてそうっす、いらっしゃる、はい。そしてレディースがエリカマーキーです。そしてユセイ君。ユセイ君、よろしくお願いします。なんか旬の子って感じだねそうですよ。今回ですね、増田君がおすすめをね紹介してくれるんだよね。そうです。ボロ系のアイテム。ボロ系、どんなのどんなの。割とうちといえばボロみたいな、その昔からボロを強く押してるんですけど、でもなんかもう本当にここ数年やっぱダメージもののやっぱブームというか、みんなやっぱ探してる人が多いんで。また再燃してきたってこと。そうですね、まずは、ロックティーなんですけど、あ、いいボロ感。まあ、結構色あせてる T シャツとかはやっぱりあるんですけど、なんかそのフェードしてるやつとかあるんですけど、色が変わってる。何をどうした。焼けてると思うんですけど。あ、でも生地感も超いいね。いい生地感、これ。そうですね、いい感じにこうテロッとしてるというか、洗いかけすぎてあのペラペラになってたやつ。そうこういうの大好き。ダメになってる感じというか。後ろは、後ろは、後ろは、あ、いい感じ、いい感じの、そうなんだね。あとちょっとかなりクラッシュされてるものなんですけど、かなりインナーに着けてる。わー、本当だ、すごい。これどこの T シャツ。モーターヘッドっていうあの T シャツなんですけど、何をどうしたら、どこに冒険したの。いや、本当ですよ。なんか1枚で着るにはちょっと難しいようなアイテムも、コーディネートでその1個のアイテムを見せるじゃないですけど、なんかそういうちょっとアクセサリー感覚で使ってもらうというか。ホスト君もそうだもんね。僕も今日そういう感じ、ボロの T シャツを、にサーマルスケみたいな。どういう人たちが買っていくの、最近ボロだったら。ボロ系は若い子とか、やっぱ海外の人にすごい人気があるんですね。あ、そうなんだ。海外だとやっぱボロに需要がすごいある。そういう人たちが結構最近目についてるのは、こっちのブラックミーンズなんですけど。ブラックミーンズもパッチワークすごいもん。そうなんですよ。ボロといえば、我々ブラックミーンズのアイテムでございます。一応ショップの半分がブラックミーンズのショップインショップになってるんで、古着とで、こっち側ではブラックミーンズのアイテムを展開してるんですけど、このワンコーナー全部そうだよね。このパンツがすごいよね。そうっすね。こんなパンツは多分作るブランドが他にないと思うんで、めちゃくちゃ手間もかかってますし、このクオリティでなかなかボロ作れるところはないんじゃないかなと。これスウェットパンツなんですけど、こういう膝の部分で血当てにこういうパッチワークしていったりとか。で、なんでさ、血当てっていうのがさあるの。なかなか難しいこと言いますね。血当てってもともとパンクのファッションで、スカートパンツとかそのボンテージパンツとか、そういうアイテムの中 そのパンクギアの1個なんですけど、俺も元々やっぱ、あ、でもああいうのって全部元ネタがあって、おそらく釣りのアイテムなんじゃないかっていう。ただこれは本当かどうか分かんないんで、実際これをバーって流した時に、その下のコメントに、まあ、マジ村越適当なこと言ってんじゃないかみたいなコメントが、お前ちげえからそれみたいな、お前パンク何も分かってねみたいなことを書かれる可能性もあるんで、ちょっとどうなんだろうみたいな気はしながら今喋ってるんですけど、テリショナリーズとかって結構そういうパンクのアイテムを作ってたブランドがあるんですけど、釣りとかアウトドアのアイテムから
エッセンスを抜いて作ってることが多くて、うんうん、ってことはこれはいわゆるデートで女の子とデートをしてこう公園のベンチに座る際男の子がハンカチ敷くようなもんってことですよね。いやすごい紳士的な例え出しますねってことですよね。びっくりしたんですけどマジで。しかもなんとこれポケットなんで、あら便利、面白いね。こういう、うんちくずっと私聞いてられるんだけど、あとはこういうデニムジャケット、トラッカージャケットの形の、全部で、ちなみにこれも、取れる、そうなんですよ、ベストになるよってこと、袖を外して夏場も着れますよ的な、着れますよ、すごい。キャラ君がベストを着てるんですけど、なんかああいう感じでメッシュに重ねたり、うん、袖なしって結構いろんなアイテムに使えるんで、例えば使えるよ、ね、そうそう、3袖ないに着てもいいですし、冬場もこれの上に、この下にじゃ革ジャン着たりとか、ジャケット着たりとか、そういう着方もできるんで、多分いろんな着方で遊んでもらえると思います。着てみる僕で、あいいっすね、かっこいい、あ、でもかっこいいかも、なんかありかもよ。なんかちょっとしたこだわりとして、こういうベスト着た時に、はい、これがこの線から出るとめちゃくちゃ北斗の拳みたいになっちゃう、うんうん、ベストってデニムのベストってこういかっちゃうと、肩がいかっちゃうと、うんうん、すごい急にいかつい感じになるというか、そうなんですよ、ちょっと内に入ってるってことが大事で、あーなるほどね、ええ感じよって、なんか連れてこえた火星人みたいになってくるこういう感じさっきあのキツアーテポーチを紳士なアイテムとして紹介しましたけど、うん、それのポーチですね。ポーチ、はい、ちょっと雄大さんが今つけてるんですけど、ウエストポーチですね。ベルトループに、そうです、ベルトループに引っ掛けて、うんうん、腰につけといて、結構物入るんで、なんか結構強いアイテムなんですけど、こういうのだったらなんかこうさらっとエントリーはいいかもしれないね。いきなりパンツ履くとちょっとハードル高いかなっていうのは、そう、ブラックミーンズの人たちってさ、みんなジャラジャラするよね。そうですね、なんかこう腰周りにアイテムをつけることが多くて、で、うちのその小物は基本的には全部腰につけれるようになってるんで、ここら辺全部そうだもんね。そうですね、あんまりこうカバンをだからあの持つのが好きじゃない人とかには、特にこれから夏場になるのに暖かくなって格好がこう薄着になって、例えば T シャツにデニムとかってシンプルなスタイルでも、意外じゃあ腰にこういうのをつけたりすると、もうなんかそれだけでスタイルが出来上がるというか。その他は、その他はちょっと地下に、地下もあります、地下もあります。あ、ほんとだほんとだ、ボロボワーっと、これとか超かっこいいやん。ハーレーのタイダイっていう、いやこの厚手の T シャツこんなボロになる本当ですよ、ね、これ多分でも前の持ち主が多分やってると思うんですけどね。ちょっとやったかな、うん、まあ、でもなんかねすごいバランスいい、だって、うんうん、こんな欲しいところにね、いい、欲しいボロがあるというか、センスいい、なんかちょうどいいんですよね。着てみたい、ちょっと一緒に着てみてもいい、超いいじゃないですか、超いい、え、可愛くない、ちょっとめっちゃ可愛いじゃないですか、可愛い、ちょっとガチで鏡見てもいい、いやガチは可愛い、こっち見てください、女性が着るとそうなのよ、本当に、なんかこういうダメージものって女性にこそ着てほしくて、キャシャミ出るよね。そうなんですよ、今日みたいなショーツになんかそのスニーカーとかでもいいですし、ちょっとあえてこのガーリーな格好に合わせるのもいいですし、15,800円の消費税でございます。おお、なんかラボラトリーにしては良心的な価格。いや、言い方よくないダメ、今のダメ、よくない、全部良心的、もうお願いしますよ。いや今本当に古着って高くなってるんで。そうだよね、うん、本当に多分、ね、最近の古着市場めっちゃ高いなと思って、本当に多分ね、全古着屋さんが言うと思うんですけど、本当に古着が高くなっちゃってるから、うん、ただその代わりやっぱその価値が下がらないというか、市場価値は多分下がらないと思うから、僕の今この着てる T シャツも、僕これ買ったの本当に10代とか、へえ、物持ちいいね。好きなものがあんまり変わらないんで、ちょっと検討してもいいですか。ぜひ、もちろんガチ検討させてもらいます。もちろんですよ。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあね、かわいい、ほんとカメラ持ってこなかったのが悔やまれる。でも顔の可愛さでうちは選んでるんで。あ、顔なの。そうですよ、あのビジュアルおしゃれだとかスタイリングがあってますけど、何よりも顔が可愛いかは揃ってるんで。まあ顔可愛かったらさ、はい、服なんとでもなるもん。おっと、ウィズはこっちだ。ちょっと次はですね、あのウィズリミテッドっていう、もう2000年ぐらいから売ってやってる東京ブランドの、ウィズリミテッドのお店が近くにあるんで、そこに北野さんと雄大君は長いの？一番最初に入って洋服屋さんの時から、うんうん、お付き合いさせていただいていて。へえ、じゃあ長いね、はい、そうですね、本当に。ここです、こちらです、ウィズ東京ですね。
こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お名前は改めて聞いてもよろしいでしょうか。はい、シャノです。シャノさん、はい、デザイナーさん。はい、ショップマネージャーやってます。鈴木と申します。よろしくお願いします。シャノさん、ウィズって何年からやってるの？2000年から。2000年から。はい、でも23年。そうですね。すごいね。長いね。まあ、長いだけなんで。いや何をおっしゃるんですか。実は、このパンツ。懐かしい、もうそれ10年ぐらい前です。すごくない？今シーズンのものがババッと並んでる感じですけど、はい、なんか、おすすめとかありますか？これがコンバースと、うん、ミタスニーカーズとウィズのコラボの、トリプル？そう、トリプルコラボのスニーカー、うんうん、オールスターで。どんな特徴があるの？このジップのパーツをつけてて、着脱が簡単になってるのと、うんうん、ボディに4種類の生地をパッチワークしてて、うんうん、あ、本当だ。一瞬真っ黒に見えるんだけど、うんうん、4種類の生地でこう凹凸感出してる。この紐の付け方おもろない、うん、ちょっとミリタリーのアイテムのあれの感じです。取って普通に紐を結んでもいいし、うんうんうん、通りの履き方ができる。久田さん今履いてらっしゃるの？そうっすか。あ、本当だ本当だ。履くと馴染むもんだね。そうっすね、めちゃくちゃいいっすよね、うん、ごつさもあるというか、そうっすよね。多分僕もそうなんですけど、普通のオールスターとかちょっと履きづらいなみたいな人って多分いると思うんですけど、うんうん、これだったら割と抵抗なく履いてもらえるんじゃないかなと。最近なんかめんどくさがりだからハイカット嫌だとか。うわー、わかるっすわ。チャックつけてあげて、わかるっすわ。鈴木さん、洋服でおすすめとか、これ見とけよ。まあ、ちょっとパッチワークのつながりなんですけど、ちょっとこのデニムとか、うんうん、これ結構今季デニムのアイテム多くて、うん、あとリジットのデニムとかもリジットあるので、こんな感じの、なんか太め、これどんな感じ？ちょうどいい感じ。そんな太くない。これチワ？チノ？じゃあもう定番のチノか。なるほどなるほど。このね、ここら辺にね、水が入ってる仕事してるなって感じしますよね。あと結構ちょっと味を出してるようなアイテム今季多くて、うん、カットオフだったり、うんうん、あとちょっとなんかこう汗たような色合いのアイテムっていうのが、うんうん、今季は割と、ね、ちょうど鈴木さんも着てるやつ、このパンツも、はい、ちょっとミリタリー的な生地のものなんですけど、ちょっとパリッとしてますもん ね、この素材感的に。素材だったベストとかジャケットとかも、うんうん、これいいっすよね。これはどんな特徴がございますか？このマジックテープのデザインが結構フィットになってて、うんうんうん、ワッペつけられたりとかっていう、そういうの嬉しい。あ、なるほどね。生地的にはそうですね、軍物っぽい感じ。すごい軍物軍物って感じ。確かになんか M65 だとなんか軍物って感じしちゃうけど、それがすごいなんかアップデートされてるというか、ちょうどいい感じの街乗りになってるというか。あ、いいじゃん。めっちゃ雄大くん似合うんです。めちゃくちゃいいっすよね。ねえ、着てそうっすね。着てそう、ほんと。こういう形すげえ好きなんですよね。男の子が好きそうな感じ。そうなんすよ、ね、下野さんの服って、うん、なんかその男の子が好きなくてすげえわかるっすわ。僕は革のものが好きだから、そういうスウェードのジャケットとか、うんうんうん、結局なんか着れば着るほど自分のものになってるみたいな。デニムのジャケットをビッグサイズにしてレザーにした。これめっちゃいいっすよね。下野さん着てるめちゃくちゃかっこいいなと思って。誰か着たい人、誰か着たい人。ここはちょっとやっぱ一発、やっぱ俺が着るの、下野さんにやっぱ着てもらいたいですね。やっぱり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 本当にいいサイズ感、ね、そう、これ肩幅すごい出してるから。そうだよね、落としてる感じ、かっこいい。いいっすよね、かっこいい。そうなんですよ。ね、だ男の子全員かっこいいって言ってるの。かっこいい。かっこいい。もうハードになりすぎないレザーの着方っていうのが。竹感もなんかあえてこうちょっと昔のデニムっぽい。わざとね、短くしてて。そうだよね。アクセサリーとかが出るよ。あ、なるほどなるほど、計算されてるんですね。本当に。いい革だ。ちょっと俺も着てみていいですか。いいね。また着る人違ったまた印象変わるね。めちゃくちゃいいですよ。ね、この持ち感いいね。後ろは後ろは。おー、いい、このいい丈感。いいっすよね。ちょっとこれ上がってる？ちょっと上がってます。ね、ですよね。着る？着るっしょ。着るっしょ。もちろん。もちろん。あ、でも全然似合うわ。似合う。腹立つわ、なんか似合うわ。なんかでも全員みんな体型違うのにさ、それぞれ似合うってすごくない？しかもワンサイズでしょ。なんかしかもヤス君とかこう着方が分かってる感じがうざい。なんかもうこの完璧なんだもん、このなんかこのちょっと抜いた、そうちょっと抜いてる感じと、この開きと
もうこれ練習したでしょ。毎日見てる。さすがだ。そうだからなんか俺こういうのがすごい好きで、例えばお店のスタッフがその服のある意味ベストな着方をちゃんと分かってて、こうやって着たらこうやって着れるんだぜっていうのを教えてくれるって、俺めちゃくちゃいい洋服屋の条件だと思ってて。提案力だよね。そうなんですよね。だからうるさいわ。これおいくらなんですか。税込みで15万4000円です。15万4000円。あ、でも一生ものと思えばね。レザーの小物は、うん、ウィズレザーズって別のラインでやってて、一、うんうん、人の職人さんが全部基本手縫いで調べてるんですよね。これは何になるの。これはもうちっちゃいお財布みたいな、鹿革の。へえ、かわいい。このベロッとキリッパみたいなのね。そうです。これも同じ人だ、うん、これも同じ人が塗ってて。へえ。時々お店で、うんうん、あのメンテナンスの費用を設けてて、うんうん、その職人さんが来て買ってくれた人が塗ってきて、うんうん、こうオイル塗ったりとか、うんうん、こう糸がこずれたら直したりとか。いいっすね。長く使えるために。そう。あれ、これ本も出てるの。ウィズ本は去年リッツオリから20年をまとめた本。おお。ってことは我々リゾーリ仲間じゃないですか。そうですね。私2020年にピンクの本出しまして。ですよね、はい、こちらは北野さんが全部。このポスターとかは全部僕の私物で、うんうん、こう僕の好きなアーティストだったりブランドだったり、なんか自分が今までこう影響を受けた人たちのものを、うんうん、まあ、こう持ってきて。このなんかあの寿司屋のコップみたいなやつ。ああ、これは寿司屋のコップ。それをイメージしてね、描いたの。なるほど。なんでそうなんですか。すごい長顔。これはね、スニーカーウルフっていう友達のアーティストがいるんですけど、これアルファベットを漢字のように書いてて、2000年から2013年までのシーズンテーマを全部こうアルファベットを漢字っぽくして書いてくれてて、2000年がムーブっていう時だったんです。これ MOOVE。 おー、本当だ、言われてみれば。これを実はありそうでてない漢字ってことですよね。そうなんです。これは何なんだろう。 L なんとかなんとか。いや、嘘でしょ。嘘でしょ。レイさんもいきなりそういうのやめて。そういうのやめて。理由だけは分かる。だから最初に言ったんだね。これはあの皆さん伏線貼りましたか、はい、皆さん伏線貼りましたか。はい、それちょっと見といてほしいですね。これ後から出てきますから。なんか趣味いいですよね。これはぜひお店原宿来たら行ってほしいなと思います。ね、ありがとうございました。失礼します。あ、楽しかった。そうですね、めっちゃ楽しかったですね。ねえ、設楽さんいい人だね。そうなんですよ、ね、俺たちの兄貴なんで。キャリアも長いしさ、ちゃんとしてる人なんで、全然そのおごり高ぶったことがないっていうか。いいんですよ。だから昔からだよ、ね、僕だから初めて本当に洋服入った時から、うんうん、もうずっとあの感じで接してくれるんで、超フラット。何も分かんないとこから、はい、とりあえずね、はい、前編はこんな感じになります。後半はどんな感じの店に。古着から新品、そしておやつみたいな。おやつ、はい、なるほど。ではその、どうやる、どうしようかな。にじゃあね、何回やってるんですか。全然慣れてないじゃないですか。全然慣れてないですよ、この人。一回一回違うから。全然慣れてない。現場は生だから、ライブだから、ライブだから。びっくり。はい、というわけで、はい、前編こんな感じでした。後半もお楽しみください。じゃあね、よろしくお願いします。